今月はレモン水星撮影強化月間ですが、10月29日に近日点通過、11月10日に近日点通過と、今が一番明るい時期で、今後急速に暗くなります。近日点は、水星が太陽に最も近づく時で、実際の大きさが最大の時です。近日点は、水星が地球に最も近づく時で、見かけの大きさが最大の時です。レモン水星は、地球の近くで近日点を通過したので、実際に明るい時期に、近くを通ったため、明るく大きく見えているのです。しかも、近日点距離が 0.2 天文単位と近かったのです。0.2 天文単位は約3000万 km で、太陽までの距離の5分の1くらいです。今後、太陽、地球の両方から離れるため、急速に暗く小さくなります。ずっと明け方の低空で撮影条件が悪く、11月に入ると宵の空に見えるようになりましたが、やはり低空で、ある程度高く昇るのは来週くらいまでです。なので、晴れたら、少し無理してでも撮影したいのですが、昨夜は雲に邪魔されつつの撮影でした。昨夜の水星付近のタイムラプスです。昨夜、撮影している様子です。昨夜はいつもの口径 200mm、焦点距離線 200mm の望遠鏡に加え、例の光和の 35mm でも同時に撮影しました。水星が6等級と明るくなっているため、望遠鏡の狭い視野では、同じくらいの明るさの星が入ってこないと思われたためです。水星の明るさを測定するには、視界明るさの星を一緒に撮影して、写真に写っている像を比較する必要があります。なので、視野の広い光は 35mm で撮って、高度測定に使おうと考えたのです。光は 35mm ですが、カメラのセンサーが小さいので、望遠鏡と同じ場所を撮ろうとすると、位置合わせが、かなり難しかったです。望遠鏡に光は 35mm を自由運台で取り付けたのですが、自由運台で望遠鏡と平行に合わせるのは大変でした。35mm ですが、APS-C 換算だと 120mm の望遠レンズ相当になります。撮影が終わりました。光は 35mm で撮ったレモン水星です。撮影や画像処理についていろいろとあったので、そこは別の動画にまとめたいと思います。望遠鏡の撮影結果です。ずっと同じ機材で撮り続けていますが、もっと焦点距離の短い望遠鏡の方がいいですよね。光は 35mm と ASI-385MC は 35mm フルサイズ換算で焦点距離 180mm。それに対して、この望遠鏡は 20cm、F62、ASI-294MCP なので、35mm フルサイズ換算だと、焦点距離 2400mm になっています。レモン水星を撮り始めた頃は、かなり小さかったので、これで良かったのですが、接近して、こんなに大きくなると厳しいですね。音声合成は、ボイスボッツス、九州空が担当しました。